。大門高校2年放送部の大野美代です。 RCC スクール広島中高生ニュース。福山市幕山台にある県立大門高等学校から書道部の気になるニュースをお届け。令和7年度のインターハイスローガン希望作品に我が校の書道部の作品が採用されました。ポスターやパンフレット、横断幕など大会に関係するさまざまな場面で使用されます。作品のポイントを教えてください。はい、この作品は青春と努力の美しさ、かっこよさを表現して描きました。一人一人が努力して羽ばたいてほしいという思いを込めました。作品を応募するにあたってどのくらい練習しましたか？1週間です。1週間でどれくらい描きましたか？これぐらいです。100枚以上描きましたね。これは描きました。すごいですね。ありがとうございます。納得いくまで決して妥協しない、そんな書道部に番組のタイトルを書いてもらいました。それがこちら。力強いですね。今日の作品に点数をつけるなら何点ですか？カタカナは書いたことないんですけど頑張ったので100点で